はい、本日はですね、ノースフェイスのドリズルジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、今回はノースフェイスがお好きな方からしたら、いよいよフューチャーライト来たかっていう感じだと思うんですけど、まあ、その辺をできるだけわかりやすくご紹介していきたいなというふうに思います。では早速僕が購入したドリズルジャケットっていうのがこちらのニュートープになってるんですけど、まあ、これは切り返しとかがないタイプになっているんですが、こちらを購入しました。でですね、まあ、これを見ていただいている方の中にも、ノースフェイスがあまり知らないけど、これから好きになっていきたいとか、これから知っていきたいという方ももちろんいらっしゃると思いますので、今まで言葉が並んでたフューチャーライトとかってよくわからないと思うんで、おいおい紹介していきたいなというふうに思いますので、まずはこちらのジャケットの特徴とかを見ていきたいなと思います。こちらはですね、登山用として開発されたアイテムにはなってるんですけど、登山の中では一番低スペックというか、まあ、一番余分な機能がついてないようなものになってて、シンプルなタイプのジャケットにはなってるんですが、今回このジャケットの一番の特徴点というか、一番の話すべき点っていうのがですね、その最初に言ってたフューチャーライトっていうところになるんですけど、フューチャーライトっていうのは何なんかっていうと、この袖のところにですね、フューチャーライトって書いてあるんですけど、これは防水の生地の仕組みの話になってて、まあ、それがフューチャーライトっていう名前になってるんですけど、まあ、これが昨年2019年の秋に日本のノースフェイスとアメリカのノースフェイスが共同で開発してできた生地なので、またちょっとわからないことも結構多くてですね、まあ、気になってる方も多いっていうことなんで、まあ、待望のフューチャーライトっていうことになってるんですが、まあ、先にパッと見た質感とかお話していきたいなと思うんですが、まず届いて第一印象で思ったことがですね、これ一応75デニールっていうことで結構分厚めな生地になってるはずなんですけども、それにしては柔らかいなっていう印象やって、まあ、それこそ75まであったら結構ガシガシした感じって出てくるんですけど、これは結構柔らかい感じに出来上がってて、あ、その辺もなんか若干違うなっていうのがあったりとか、まあ、実際着てみたらですね、やっぱ柔らかい感じになってるので、まあ、触った感じも柔らかいんですけど、着てる感じとかもこう折り曲げてる感はないというか、パキって折れてる感じはなくて、こう体にしなやかについてくるような感じになってるので、まあ、その辺は従来のゴアテックスとかハイベントとかとちょっと違う点かなというところでは思います。で、次がですね、実はこれストレッチ性が効いてるっていうことで、まあ後々で喋るんですけども、こういうちょっと伸びるんですよね。で、ビヨビヨに伸びるって感じではないんですけど、ちょっと張った時とかに軽く伸びるやろなっていう感じになってて、ほんまに気持ち程度なんですけど、気持ち程度ピュッて伸びるような感じになってて、感覚的にはですね、ストレッチあれ若干効いてるなぐらいの感じで、めちゃくちゃも効いてないし全く効いてないってこともないんですけど、あれ若干効いてるっていうのが多分これが一番正しい感想やと思うんですけど、若干ストレッチが効いてるっていうことになってて、まあおそらくストレッチ性を持たすためにわざとやったわけじゃなくて、結果ストレッチがついてきたっていうような感じやとは思うんですけど、まあ、若干ストレッチがあるってことで、で次の部分がですね、こちらのロゴとか気にされる方もいらっしゃるので、ロゴの部分っていうのがこのプリントになってるんですかね、プリントっぽい感じになってて、刺繍じゃなくて、これは前面も背面も両方ともプリントっぽい感じになってて、さらにこのスタッフサックがなんかいつものノースフェイスのロゴとは違うくて、なんかこの黒色になってるんですよね。いつもこれ白やと思うんですけど、黒になってるっていうのが、これフューチャーライトは全部そうみたいなんですけど、これが黒になってるという感じになってます。でですね、一番最初に言ったみたいに無駄な機能がないというか、結構シンプルに作られてる割には値段が3万円ぐらいして、あれなんか高いなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、それの一番の特徴っていうのがですね、先ほどから何回も言ってるフューチャーライトを使ってるっていうところがこの値段になってるんじゃないかなというところで思ってて、結構機能的には本当にシンプルで、止水ジップも使われてないですし、まあ、さらにベンチレーションであったりだとか、そういう機能もついてないですし、まあ、結構シンプルな感じかなとは思うんですが、最大の特徴であるフューチャーライトを使ってるっていうところがこのジャケットのもう注目点になってるんですけど、まあ、僕もこのフューチャーライトを試してみるためだけにこれを買ったってことになってて、実際にですね、自分が着てみてですね、あ、こんな感じなんやっていうのが分かったりしたんで、その辺のお話をしていくんですけども、このフューチャーライトっていうこの生地を使ってるジャケットはですね、パッて羽織った瞬間に分かるんですけど、びっくりするぐらいドライやなっていうのがもう第一印象やって、もう極端に言うとあれジャケット着たかなぐらいの感覚のドライ感があってですね、まあ、具体的にどういうことかっていうとですね、まあ、これ今から着てみるんですけど、まあ、例えばですね、こんな感じでジャケット着てると思うんですけど、このジャケットと服の間って、多少の熱とか、なんか体温というか、なんかそういう蒸れみたいなのが若干あると思うんですけど、それがほぼほぼないっていうのが多分着た感じでわかると思うんですけど、まあ、それがですね、ドライだなーっていうことにつながるんですけど、なんでそんなことになるんかなと思って、いろいろ構造というか、どういう仕組みでなってるんかなって調べてみたら、このジャケットには通気性がありますって書いてあってですね、まあ、僕個人的には通気性っていうのはちょっと語弊があるなと思ってて、通気性っていうとこうイメージ
ージとしてはこう風を当たる感覚ってあると思うんです。そういうのでは全くなくて、中のこの溜まってる熱っていうのがもうほぼほぼないっていうのが多分イメージとしては一番近いと思うんですけど、まあそれぐらいドライな感覚で切れるっていうことになってて、まあその辺の理由っていうのがですね、明確にありますのでお話をしていきたいなと思うんですが、今までの従来のゴアテックスとかそういうアイテムっていうのはですね、基本的には中の無理を外に逃がしたりするっていうのはもちろんそうで、僕もずっとその話はしてるんですけど、その構造というのがですね、外気の温度によって発生するってことになってて、おいちょっとこれ難しいとスキップしようと思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっと待っていただきたいんですけど、外気の温度によって透視するってどういうことなんかっていうと、まあ例えばこの中に群れが溜まってますと、で外に逃げていきますというのが、まあ大体それはイメージつくと思うんですけど、例えばこれ梅雨の時期とかやったら外の温度は25度ぐらいで、この中の温度も例えば25度とかやったら同じ温度になってくるので、中の群れっていうのが外に逃げない仕組みっていうのが外気の温度差になってて、逆に冬場とかであれば外の気温は0度とかになってて、中が25度とかになるので必然的に外気に逃げていくっていうのがゴアテックスとかの仕組みにはなっててですね、まあそういう風に聞けば、あ、なんやそういうことか、難しく言うなよって感じだと思うんですけど、まあ要はちゃんと説明すると外気の温度差によって中の群れが逃げるっていうのがゴアテックスの仕組みになってるんですが、これの仕組みっていうのはですね、温度差は関係なくて、まあ先ほど言ったみたいに通気性によって群れがなくなるってことなんですが、それがどういうことかっていうと、このジャケットについてはですね、熱を逃がす仕組みっていうのがですね、この中に入ってる膜みたいな、あのコーティングしたシートがあるんですけど、それが無数に穴があって、その穴がバラバラの大きさであるので、まあ、通気性がいいっていうことになってて、その穴があることによって温度関係なく空気が放出されたりとか入ってきたりするっていうことで、例えば外が25度でこの中が25度になってても空気が交換されていってるので、ムッとした感じがないっていうか、ドライな感覚になれるっていうところで、さらに例えば冬場とかやったら、これもまた温度関係ないので、0度であろうがマイナス50度であろうが、例えば40度、めちゃくちゃ暑い40度とかであったとしても、ジャケットの中と外の空気っていうのを交換してくれて、乾燥した空気がこのジャケットの中にあってですね、まあジメーとした感じがないっていうのが一番わかりやすいんですけど、まあジメーとした感じがない理由としては、しっかり空気の交換をしてくれてるので蒸れにくいっていう仕様になってて、なので基本的にこのフューチャーライトっていうのはそのすごい技術を使ってるので、登山用品とかによく使われてはいてるんですけど、これ僕からしたら、これからの時期梅雨とかやったら、やっぱ梅雨ってゴアテックス着てても暑い時ってあると思うんですよ。やっぱり温度差があんまりないので、空気が逃げないので、あれゴアテックス着てんのに透湿性いいはずやのに暑いなっていう時って結構あると思うんですけど、そういう方であればこのフューチャーライトを着ていればしっかり熱を逃がしてくれるので、これは登山だけじゃなくて、これから温度が上がったり湿度が高くなる梅雨の時期なんかも重宝するんじゃないかなというふうには思います。でですね、このお話を聞いてもらって、あ、なんとなく理解はしたっていう方もいらっしゃれば、おいおいそれゴアテックスと同じような仕組みやんけ、何が違うねんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあその話をもうちょっとしていきたいなと思うので、ようやくついてこれてるっていう方はですね、もう少し頑張ってついてきていただきたいんですけども、ゴアテックスもこのフューチャーライトも同じように、この生地と生地の間に無数の穴がある生地っていうのを貼り合わせてて、それによって表の生地、そして裏の生地で、真ん中に防水の生地っていうので、 1,2,3 枚で3レイヤーとか3層とかって言ったりするんですけど、これも3レイヤーで、ゴアテックスも3レイヤーのジャケットってあるんですけど、なんでこんなに透湿性っていうか空気の入れ替えというかドライ感が違うのかっていうと、もう圧倒的に穴の数が違うっていうことが一番わかりやすい答えになってるんですけど、その真ん中の生地の話をしてます。今真ん中の 1,2,3 枚のこの真ん中の生地の話をするんですけど、この真ん中の生地が穴がいっぱい開いてる、数が全然違うってことで、ゴアテックスとかであれば1枚の生地に穴が開いてるような状態というか、繊維の隙間が開いてるっていうのが一番正しい表現になってるんですけど、このフューチャーライトは何が違うんかっていうと、コーティングがされてる。だから例えばなんですけど、こうスプレーをイメージしてもらいたいんですけど、スプレーでこうシャーって振っていって、ここの画面の左端から右端までシャーってスプレー振っていったら、ちょっとムラってできるじゃないですか。で、そのムラができると思うんですけど、またさらにここからシャーって上から下に向けて振っていったら、こうムラの上にムラができてくると思うので、そういうところによって、例えばここは穴があるよとか、ここにも穴があるよみたいなのが、コーティングをすることで、何重にもコーティングして、それをシートにしちゃうっていうのが、これの原理になってて、それによって不規則な穴ができて、膜で作る穴より、コーティングで作る穴の方が数としては多いっていうのが理論になってるんですけど、これついてこれてるかちょっとわからないんですけど、まあ、もしこれついてこれてない方なんですね、まあ要は、虫除けスプレーするじゃないですか。で、その時ってこう腕にシャーってすると思うんですけど、かけ忘れてるとこというか、かけれてない部分って蚊に噛まれたりするじゃないですか。まあ、そういう隙間っていうのを蚊は狙ってくると思うんですけど、そんな感じでそういう隙間を狙って風が行き来してるっていうのが、このジャケットの理屈というか構造になってるんですけど、それによってゴアテックスとは大きく異なる通気性というか透湿性というか、そのドライ感というか、そういうのが実現できてるってことになって、
ってて、コーティングを何重も重ねることによってシートになっちゃうっていうことで、そのシートを使ってるよというところになっております。まあなので、ゴアテックスとの違いについてはですね、近々また動画別で作ろうと思ってますので、まあ大まかな構造としてはこういう構造によって違いが出てるってことになってて、まあ次の特徴に行くんですけど、まあ次の特徴としてはですね、これ劣化すんのせえへんのっていうところだと思うんですけど、で先ほど言ったみたいにポリウレタンっていう素材を使ってるので劣化すると思われがちやと思うんですけど、僕が考えるにはおそらく劣化せえへんやろなというふうに思ってて、っていうのもまたここで矛盾が出てくるのでややこしくなってくるんですけど、おいな、ポリウレタン使ってるのにお前劣化するって今まで散々言ってたやんけっていう感じだと思うんですけど、もちろんそれはその通りで、ポリウレタン使ってるのは劣化するんですが、これについてもポリウレタン同じように使ってて、本来であれば劣化するはずなんですけど、先ほど言ったみたいに表の生地、そして裏の生地で真ん中にポリウレタンのシートが挟まってるので、要は劣化しててもわからない、この挟まれてる状態なんで、劣化してるんか劣化してへんかわからへんっていうのがこのジャケットになるんじゃないかなと僕個人的には思ってまして、なんか家とかと似てるなと思って、家とかも解体してったら、ようよう見たらこれ柱にシロアリに食われてるやんって、これ解体したのはわからへんじゃないですか。それと同じような感じで、このジャケットも解体すれば中のシートボロボロなってるやんってわかると思うんですけど、解体することないと思うので、そう考えたら厳密に言うと中では劣化してるんですけど、ジャケットを外から見た時に劣化してるには見えないやろなと思いますので、そういうところで言うと劣化はしないっていうのが、まあ僕の個人的な考えにはなってるんですが、まあ、ただしジャケットの中では劣化してるので、正しい表現としては劣化は中でしますけど外には見えませんっていうのが、まあ正しい表現になってるのかなというふうに思いますので、まあ、おそらく劣化はしないままずっと着れるんじゃないかなというふうには思いますが、まあ、何度もここでお話出てくるんですけど、ゴアテックスと比較した時にはゴアテックスは全く劣化しないんですけど、これに関しては劣化はしてるけど外まで出てないっていうのが、まあ表現としては正しいので、パッと見は劣化は両方ともしないなと思うんですけど、こっちに関しては劣化は中ではしてるっていうのが正式な表現になってくるかなと思いますので、挟んでるから分からへんっていうだけかなと思います。で唯一のですね、次はデメリットっていうところに行きたいんですけど、デメリットっていうのは何かというと、じゃあ劣化もせえへんって通気性もいいやとめちゃくちゃいいやんっていう感じだと思うんですけど、まあ、僕からしたらですね、値段が高いなというふうに思ってまして、これはノースフェイスで作ってる生地になってて、全てノースフェイスで完結するようなジャケットになってるのにもかかわらず、値段としてはかなりぐんと攻めた値段になってるので、例えば他社のアウトドアブランドとかで独自の生地っていっぱいあったりとかするんですけど、そういうのってゴアテックスの製品よりぐんと値段が下がったりして、原価的にはかなり安くできるはずなんですけど、まあ、これに関してもおそらく原価としてはそんなに高くはないと思うんですけど、やっぱり研究されてた研究費とかをだいぶ上乗せしてるんやろうなっていう感じはあるので、普通に考えればゴアテックスより安いのが当然なんですけど、ものによればゴアテックスより高いというか、ゴアテックス使ってんのとあんま変わらんでっていうやつも結構あったりするので、これは値段としては攻めてるなっていう感覚が僕の中ではあるので、まあ、値段が高いのが唯一のデメリットかなというふうには思います。まあ、ただですね、機能としてはめちゃくちゃ多分使える機能で、こんな通気性とか透湿性を感じれることって今までジャケットでなかったんで、画期的は画期的やとは思うんですけど、まあ、これが浸透していけば、極論言えばノースフェイスに関してはゴアテックス必要なくなるんじゃないかなって思うぐらい、独自でこんな生地を開発できて、なおかつ価格も攻めた値段できるんやったら、ゴアテックスいらんのちゃうかなと、まあ個人的には思うという感じにはなってるので、まあ、ゆくゆく2年後3年後とかやったら、まあ、フューチャーライト一択にしていくんかなとかっていうのは、まあ、勝手に思っております。で次はですね、こちらのジャケットにおすすめの方っていうのはですね、まあもちろん登山とかはそうなんですけども、それ以上に普通に日常生活で使っててもですね、これから梅雨の時期とかって気温は高い割に雨降ったりとか蒸れたりすることあると思うので、そういう例えば仕事着であったりとか、あとスポーツジョギングする時とかでもこういうジャケット着てれば通気性というか中はドライ感もあるので蒸れにくいですし、そして防水生地でもあるってことで、よくジョギングの時って結構薄い生地のナイロンのやつって皆さん羽織ったりしはると思うんですけど、あれって薄い割にはなんかめちゃくちゃ蒸れるってあると思うんですけど、これの方が生地はもちろん75デニールなんで生地としては分厚いんですけども、かなりドライ感は保てると思うので、意外とジョギングとか、あとまあウォーキングであったりとかっていう時でも使えるかなというふうには思います。なのでおすすめとしてはやっぱ蒸れやすい環境っていうのが一番いいと思うので、スポーツとか仕事とか登山とか、まあ、そういうところはより機能を発揮してくるようなジャケットじゃないかなというふうには思います。はい、というのがですね、こちらドリズルジャケットの紹介というか、まあ、フューチャーライトの紹介になっちゃったかなと思うんですけど、まあ、僕個人的には機能としてはこれちょっとゴアテックス上回るかもしれんなというふうに、まあ、僕個人的には期待はしてて、まあ、今後使っていく中でいろいろ見えてはくると思うんですけど、ただいかんせん値段が強気というところで、これで3万円ぐらいしてて、一番フューチャーライトでは安いモデルになってて、高いモデルだったら5万とか平気だったりするので、まあ、値段はかなり攻めた感じかなというふうに思いますので、まあ、その辺が人によってはどうかなという感じにはなっております。まあ、もちろん値段高くてもいいものやったら全然いいやんという方もいらっしゃると思うので、まあ、その辺は人それぞれやと思うんですけども、一応僕はですね、今回購入したところっていうのが正規の代理店で購入しててですね、ノースフェイス直営店ではないんですけども、まあ、僕
が購入したところは定価より5000円ぐらい安かって、で、そのお店っていうのがですね、ノースフェイスの公式のホームページ見たら、そこの正規代理店っていうところで取り扱いがしっかり名前入ってたんで、まあこれやったら偽物じゃないし、で、値段も安いから、まあここで買っちゃおうと思って買ったんですけど、別にそこの店と僕何の知り合いもないですし、何のつながりもないんですけど、正規代理店やし、値段も安かったから買ったっていうことで、まあもしこのジャケットが欲しいっていう方は、まあ一応僕が買ったところを動画説明欄に貼ってますので、興味ある方は見ていただければなというふうに思います。はい。ではですね、最後は着用動画見てもらいたいなと思うんですが、僕は178センチ65キロで今回 L サイズを着用してまして、このジャケットのサイズ感っていうのは着丈はそんなに長くないんですけど、袖丈は結構長めっていうことで、僕が L サイズ着用してて L やと結構袖は長いので、ベルクロで一応締めてはいてるんですけど、M やともしかしたら次は丈がちょっと短いかもしれないっていう感じになってますので、まあ最後その辺を見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はノースフェイスのドリズルジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。